どうもこんばんは、エネムです。7月29日に、東京グルアルイとジャックジャンヌの特別コラボ番組が配信されるじゃないですか。で、番組内の企画で東京グルクイズとかプレゼント企画とかあるんですけど、どうやらね、重大発表もあるらしいんですよね。ちなみにですね、東京グルクイズって、ツイッターでね、一般募集してたんですけど、僕普通にね、応募忘れてましたね。なんか当選すると、東京グルのグッズとかもらえるみたいなんで、もし当選した方がいたらですね、コメント欄で教えてください。それで重大発表の件なんですけど、まあ普通に考えれば、12月に発売を控えてるジャックジャンヌについての発表ですよね。実際この特番もジャックジャンヌの YouTube チャンネルで配信されるんで。で、ジャックジャンヌの何かしらの発表はあるとして、まあ、せっかくコラボしてる東京グールについても、まあ、何か新しい情報があるんじゃないかなって思ったりしてます。なので今回は、重大発表の内容についていくつか予想してみようと思います。東京グール新作アプリ配信決定。いやー、これ普通に僕の願望なんですけど、さすがにね、ジャックジャンヌとのコラボ番組でこれはないですかね。うん、やめておきましょう、こういうのは。なんか重大発表とか、そのグッズでも何でも、新作ホニャララみたいなのを見かけるとね、真っ先にこのアプリゲームがね、思い浮かんじゃうんですよ。もう僕も病気なんですね、多分。はい。花江夏樹さんもジャックジャンヌの重要キャラクター役で出演。これね、結構、いやもう一番あるんじゃないかなと思ってます。というのも、今回の番組は、東京グール RE とジャックジャンヌ両タイトルに出演しているキャストのスペシャルトークなんですよね。で、花江さんはジャックジャンヌに出る予定は今のところないので、この番組内では一応ね、ゲストとしての登場なんです。で、今回の重大発表、実は花江夏樹丸々役出演でんみたいな、これね、めちゃくちゃ可能性あるんじゃないかなと思ってます。ジャックジャンヌの物語内で東京グールを模した公演がある。これさっきの花江さん出演の予想と似てるんですけど、ジャックジャンヌの物語内で行われる公演に東京グールの世界を模した内容の公演があったりするんじゃないかと。それをね、ジャックジャンヌのキャラクターたちが演じたりするんじゃないのって思ったりしてます。これ結構ありそうじゃないですか。ジャックジャンヌ漫画家、これもめちゃくちゃ可能性あるんじゃない、もう全部可能性あるんじゃないかなと思ったりしてるんですけど、またヤンジャンかなんかで週刊連載されちゃったりするんじゃないですか。漫画じゃなくても小説家もあり得ると思います。でもね、ジャックジャンヌって小説にすると20冊を超えるボリュームらしいんですよ。もしね、小説で発売されるとしたらどうなっちゃうんでしょうね。もうハリーポッターみたいなすげえ分厚くなったりしてね。まあそれはないか。はい、ということで、まあ他にもいくつか考えられる事柄はあるっちゃあるんですけど、特にねありえそうだなと思ったのが、まあ今挙げた項目ですね。アプリの件はね、完全に僕の願望なんで忘れてください。はい、多分グールの内容が入ってたとしてもメインは、まあ、やっぱりジャックジャンヌの重大発表だと思いますのでね。はい、この動画を見てくれたみんなも、この重大発表、番組内での重大発表の予想を、コメント欄に自由に書いていってください。もう予想でも願望でも何でもいいです。はい、ということで、じゃあまた29日の特番の後に動画を上げると思うので、そこで語り合いましょう。お疲れ様でした。